ジェームズは、うんかなり普通の名前だね犯人なんだからもっと怖い名前を想像していたよ他に何か分かった彼はアンナの過去を推測するのが異常に得意なようだ彼はアンナの前にキーピ そうキャッシーとと会ったニにも最初にスパークで彼女と会ったっていう感じですかなんだかジャバーの大手の人だったらしいみたいなんですよねそれがだからあんなが驚いてたんですよキャッシーを振ったのみたいな感じで何でみたいな感じで特にそれに対しては容量を得ない答えを言っていましたがでしたが彼はデザイン会社で働いてるみたい新鮮なアイデアという場所、まあ、フレッシュアイディアスという場所ですね ジャバやってるテイラーならわかるかなこれ彼はジャバ彼女はジャバセレブだぞそうアンナもそういう踊り方してたみたいですね僕は彼女が大丈夫である無事であることを願っているよ彼女はジャバで活発に活動しているからね どうにかして彼女と話すことができれば、多分彼女は彼について知っていることを共有できると思うんだ。で、あと。デザイン会社働いてみたいなんだ。随分可愛いデザイン会社だね。可愛い名前のかな、多分。違う、安っぽい名前だって言ってるのが、これ。<laughs> 僕の好みじゃないな。 誰か彼の近況を報告してくれるかもしれない。で、アンナの過去を推測するのがやたら得意なんだ。普通じゃ知り得ないことのはずなんですけどね。彼は直感と言ってましたが、僕には彼がストーカーのように聞こえる。そんなことを確認する方法があるのだろうか。このジェームスから始める もう随分近くに来たと思う僕はそれを感じることができるようん私もか彼女がまだ生きていると仮定すると上は選びたくないなうん僕もそう思うよ死んでいると仮定したくないしジェームスの言い分からすると何でジェームスじゃなくてアルモストの方で来たんだ それは私も,も聞きたいジェームスという人物が誰なのか突き止めるために多くの偽装装を手に入れたこのキャシーっていう人を追跡する必要があると思うそれと彼の職場に電話しよう彼についてもう少し掘り下げるんだ最初にキャシーを追跡しようかまず彼の職場に電話しようか あー。キャッシー追跡してみようか。職場だと個人情報を簡単に渡す可能性が低い。かなってちょっと思いますけど。両方やろう。順番を任せるよ。それまでの間、僕はスパークで呼び出しをしてみる。多分。 多分、彼らはジェームズについて何か知ってるかもしれない。んこらキャッシー間違いない会話してみるか。ジェームズ。 この名前で何かギャクションがあるかキャッシーは見つけたけどこれどうすればいいんだ電話番号を見つけてなるほどキャッシーさんの電話番号を見つければいいんだこれかなわかりやすいの八。えー、っとですね

So, please be patient as I will contact you on my next availability. We'll be texting you soon! What number めっちゃしゃべりますね。あなたは私に一つの質問ができるわ。一つだけか。じゃあ。 一つに留めておくよ。ただし答えてもらいたい。ジェームズ・オーナーについてもっと教えてくれか、ジェームズ・オーナーをどれだけ知っているかか。ジェームズ・オーナーについてもっと教えてほしい。どういうこと彼を 一体どうして彼のことを知っているの今、質問しているのかっていうのが一番上で、真ん中に私には私の理由がある。下は彼らは興味のある人。まあ。あなたは今、質問しているんですか 私のルールーだもん。普通に聞くのは大丈夫でしょ気候変動のこととかそれとも,ともメディアの状態のことを聞きたいのそれに比べば普通の質問でしょ A は何でもの逆だか私はかなりがっかりしているこれは普通の質問だね 違う。これは普通の質問さあ分かったわよ <laughs> それがあなたが本当に死にたいことだったらでも自殺条件がある最初に情報が必要な理由を教えてくれない 彼は行方不明者の重要な証人なんだと精神に関わる問題彼が犯罪者である可能性があるまあ彼は行方不明の重要な証人なんだうん情報 めっちゃくれますね私は何か起こっていることがわかったわ誘拐されたの何を聞いたかはよくわからないけど真剣に考え 真剣ににっているように聞こえるわ。それが他の誰かを助けることになるなら私はあなたに全てを話すわでもこれは私たちの間の問題なの2つ目の条件は私たちの間で秘密を保持することいいわねもちろんこれを共有する必要があるそんなことは約束できない分かったよもちろん うんうん、ボーイフレンド。長い間ボーイフレンドだった。それが契約よ。分かったら順次よく始めましょう。私は自分のオンラインペースな、K ピット・キャシーと実生活を維持して別れた。本当は名前はカサンドラよ。つまりキャシーって名前じゃなかったんですね。 ケイビットキャッシーは常に独身だったでも実はそうじゃない長年監視がいたけど振られちゃったのそれで私はスパークに行って数人の男性とチャットしたそれを乗り越えるためにねその時私はジェームズと出会ったの彼は何て言っていたの何か目立ったところはあった彼は奇妙な行動をした 彼は奇妙な行動をしていた。出会い自体はまあ普通でしょうから実際最初には何もはなかったわそれはうまく始まった彼は本当に魅力的だった 正しいことをべて教えてくれるみたいだったくだわない関係から抜け出した後気づいたら私は低い場所にいた彼は私にいくつかの見通しとたくさんの良いアドバイスをくれたのそれから彼は私についてより多くのことを理解し始めたうんアンナの場合と同じっぽいですね かなり話がスムーズに聞こえる。それはとても悪いように聞こえない。私には不気味に聞こえる。不気味に聞こえるかな。 そこまでは何もなかったの。もうちょっと待って。私は仕事を終える調査の時、彼は私にテキストメッセージを送り始めたの。定期的なスケジュールはない、なくて、毎週変更される偶数の日にね。でも、彼はどういうわけか、まさに適切なタイミングで私にテキストメッセージを送ることができたの。午前2時に終了した写真撮影で、 があったの写真家がそれを,やを完業と言った瞬間、彼は私にテキストメッセージを送った。彼は今まで寝てたはずよ。分かった。確かにそれは奇妙だね。ストーカーかな多分彼は本当に幸運だったんだが、そんなバカな。ストーカーか これはチャット内容これが最後よ彼は知っていたキャシーのために私の関係を秘密にしておくために動いたのジェームズは何タクく知っていた私は彼に立ち向かったそして彼は推測したと私に言っていたこれを見て これが彼から聞いた最後の言葉どうやって分かったのちょうど推測しただけさいつ起きていつ仕事を終えるか正確に推測できるのは気味が悪いわジャバーとボーイフレンドについて調べている違うジャバーとジャバーがボーイフレンド違うジャバーのことを調べている これは純粋な違法よ他の誰も知るはずがないことだわあなた一体瞑茂なの僕の方法はそんなにも不快なのかなこれで終わりよみたいなことかな多分君は BF スピリットの豆をこぼしたら何のことだ それは彼が知る必要がある全てです。違うな。まあこっちでしょう。まあつまり情報をこぼしたのかどうか。そうじゃなければ何か調べる方法があるってことですよね。彼は私を愛し、私の仕事を尊重してくれたわ。 私の別々の生活はかなり負担になるの。でも彼は私にそのようなことを決してしなかった。それでおしまい。私が知っているのはこれだけよ。彼のことを考えるだけで髪の毛が逆立つみたいになる。ありがとうございました。あなたの葬儀ーーが命を救うことになるでしょう。これはとても役立つ。ありがとう。 サイコパチは、サイコパスは自分たちが社会に溶け込もうとしていると、どっかで読んだことはあるジェームスもそんな感じよ。あなたが必要な情報を手に入れたことを願っているわ、彼は。何かおかしい。特に何もないか。で、アシーどうしたアンナー、今いい 実はちょっと忙しい。もちろん、告白することになった。まあ、もちろんよ。スパークのプロフィールを、プロファイルを作成するときに言ったことを覚えてるうん。あなたは私のためにそれを作ったものね。あなたはえー、私は作るためにじ多く時間を費やしたわ。あなたは あ、しまったそういうことかわかったわあなたあんなじゃないわね。バレた。Her, まさすがに無理があったか。なんで喋らないの あなたの声がほとんど聞こえなかった。今はいい時期じゃない。あとで全て説明する。あなたの声がほとんど聞こえなかったんだ。ザーザーしてて。あんなは一体どこにいるのそれを私たちが探しているんだ。彼女は行方不明になった。長い話になる。もうここまで,まで来たら行っちゃいましょう。彼女は行方不明になったんだ。そう、ヨランダの件だ。 さすが親友察しが早い。ヨアンダの話をした直後ね、私は何かがおかしいとわかっていた。グレックは関与しているの。あなたは私に嘘をついた。それはごめんね。私はそうしようとは思っていなかった。もう無理だった。まあもう無理だったよ、正直言って。グレック いいえ、もう分かったわ。話は終わった。警官を呼ぶからね。本当、グレックが最初からそうして言えばいいんですけどね。s p a r のこと話してるな。 <Okay. S 2> スパークをやってみるわあと2つ。